東アジアスーパーリーグのファンの皆さん、こんにちは。へいよー。今週のフルコートプレスも各国バスケ界からホットな話題が盛りだくさんです。これから私、庄司麻衣と一緒にチェックしてまいりましょう。チェン・ギンウン常理事長とともに P リーグは開幕となります。台北では満員のスタジアムでエキシビションマッチが行われ、4チーム全てが対戦しました。フォルモサドリーマーズとフーボンブレイブズは2大巨頭とされているんですが、新しく発足した新中ライオニアがこの、2つのチームを上回る実力を秘めている可能性も大いにありそうですよ。この新中ライオニア、土曜に行われた試合にて勝利をつかむことこそできませんでしたが、なんと5名の選手が10得点以上をスコアしていたということなんです。待ちに待った P リーグ開幕、いよいよ12月に迫りました。さあ、フィリピンカップがヒートアップしています。皆さん、今をときめくサーディ・ラベラー選手のファミリーについてご存知ですか？実はですね、今フィリピンではサーディ・ラベラー選手の弟キーファー・ラベナ選手がスタープレイヤーとしてもうメキメキとその頭角を現してきているんです。バスケファミリーなんですよね。しかもですね、キーファー選手を所属する TNT トロパーの監督はお父さんのボング・ラベナーコーチなんです。お父さんコーチってどうなんですかね。バスケ界のレジェンド的存在であるこの親子からも目が離せません。 TNT トロパンはメラノコボルツ相手に圧倒的勝利を収めているなど、大会を大いに盛り上げているようです。 TNT のスーパーエースロジャー・ボゴイ選手、ロジャー・ボゴイ選手は今大会でも凄まじい存在感を見せつけています。 PBA のシーズン MVP には毎回3名の選手が選ばれるんですが、ロジャー選手の率いる PBA ですからね、この枠すでに2つだけに絞られているんじゃないかと言っても過言ではないのかもしれません。 MVP は一体誰の手に渡るんでしょうか？あなたの予想を以下のコメント欄で教えてください。お待ちしています。さあ、そして B リーグもまた話題の尽きない週末になりましたね。サーディ・ラベナ選手、ついに B リーグの舞台に登場しました。そして注目のデビュー戦では1試合合計13得点3リバウンド3アシスト、もう期待通りの活躍を見せつけています。サイネオフェニックスは島根スサノーマジックス相手に83対82のわずか1点差で接戦を制しました。しかしサイネオフェニックス、今シーズン2勝10敗と少し成績に伸び悩んでいるようです。ここでね、なんとかして巻き返しを図りたいところで、投入されたこの期待のルーキーということなので、これからチームにどのようにこのルーキーが貢献していくのか、こちらも期待しましょう。琉球ゴールデンキングスは同じく B リーグ西地区内で首位を独占しています。あのビッグマンジャック・クーリー選手を中心にチームの勢いは加速し続けているようです。先週末の時点でキングスは10連勝を挙げていて、ジャック選手1試合平均18得点13リバウンドでチームの大黒柱となっています。リグゴールデンキングスに勝てるチーム出てくるんでしょうか？下のコメント欄であなたの予想をぜひシェアしてください。さあ、続いて韓国 KBL です。ブランドン・ブラウン選手が帰ってきました。 KBL のベテランブランドン選手がプサン KT と契約を交わしました。復帰後の試合では1試合に23得点8リバウンド4アシストで腕の衰えを全く感じさせない大活躍、期待を上回るプレーの数々でクラブは波に乗っているようですよ。 KBL では今週から観客動員数をスタジアム収容人数の 50% にまで引き上げることを決定しました。少しずつではありますが、以前のように試合観戦を楽しめるようになってきているということで、もうね、これは多くのファンの方が歓喜の声を上げています。現在トップ3の座を占めているのはインチョンエレファンツ、チョンジュ KCC イージス、ソウル SK ナイツ、この3チームです。しかし過去5回のうち4回優勝を果たしていますソウルサムスンサンダーズにも注目したいところです。 KBL では最も優勝に近いのは一体どのチームなんでしょうか？コメント欄であなたの予想を教えてください。さあ、続いて CBACBA のディフェンディングチャンピオンは一歩も引けを取りません。国内 MVP のイー・ジャンリアン選手が足首を負傷しているにもかかわらず、関東サザンタイガースは依然としてトップ4チームの座をキープ
しているわけなんですね。すごいですよね。まあ、実はこのチーム、ワンゲームあたりの平均得点が10点を超えている選手が7名もいるということなんです。強すぎませんか？依然として無観客試合が行われている SBA、CBA ですが、皆さん、選手たちの特別映像を見たいと思いません？ESL 東アジアスーパーリーグのインスタやツイッターでは CBA の無観客試合の舞台裏をご紹介しています。 MVP 選手たちの生活にも迫ります。ぜひソニーキャムでチェックしてみてください。 Bubble Life Baby。Day in the life, Sunny Wing。 さあ、それでは順位表で各地のトップチームを見ていきましょう。あなたの注目チームは今シーズンどんな調子を見せていますか？今回のフルコートプレスでお楽しみいただけましたでしょうか。庄司麻衣がお届けしてまいりました。また来週お目にかかりましょう。チャオ、 See you next week。